はい、予定を変更しまして、まずここのボス手前まで行こうと思います。その後脱出する予定です。何度でもここは入りたいところなんで。へえ、すごいな。枯れないのかな?これみんなからくり細工?おいおい、中秋だぜ。ちっとは季節感ってものとかだな。親父臭いこと言うなって。さあ、早く行こうぜ、かぐや姫を探しに。ここはですね、ちょっと。アスカには待機してもらいましょう。作戦回るけて歩く。にしてみようかな。あぶね。混乱の札ね。はい、ちらっとありますけど、これギタママです。トンネルと偏見の杖ですね。はい。1か。で?お、ちょうどよかった。はい、これです。ガモンか。回復された。はい、あのキノコは危険ですよ。よし。あのキノコなんですが、強戦死状態にしてくるひどいやつです。未開の札か。はい、これ当たった相手を未開状態にできるなんで、まあ、未開の杖の劣化ですね。必中じゃないんで。ただまあ、当たればまあ、木属性、まあ、緑色の敵にも確実に当たれば効果を発動するんで、おう、元気だね。元気ね。いけーということで、トンネルの杖だと一発で倒せます。ヒットポイントは確か9だったかな。先生が逃げてた。1マス開けて歩くのか。ここは発売当初か、多分そう、発売当初だと思うんですけど、ここの強戦死状態の効果で、もう、死にまくって、もう救助要請が相次いだっていうことを聞きましたね。つやつや。即位だけはな、変化優先的に使いたいかな。さっき倒しちゃったけど。危ね。そっか。オプションで、仲間注目は無効。ってやると、ギタマモル、アスカ、相手にしてるときも結構スムーズに進むんじゃないかなって思います。広いな。あー、やめて、それ。ギタマムルも金縛りなんで危ね。今いたかも。
まあ投げてもやっぱ200ダメージなんで強いんですが、もう邪魔もね。何？こいつにもなんのかこれ。正直もうちょっとな、強い武器立ての武器か武器か、うん、武器だな、強い武器が欲しいんで。出るかな、ここ。もう部屋ないかな、これ。あるあるっていうか、あれは下か。ただのあれ、遠いな、ほんと。こんな広いとは思わなかった。あったし。まあ、分けて歩くあんまり意味ないかな。むしろ、やっぱ。まあ、もしもの時に二人がかりで。やりやすいようにした方がいいか。まあ例えば試練が強制自動隊になって、試練が先生に容赦なく攻撃するとします。それで先生が倒れます、復活します。そんで強制自動隊が解けないんで、復活してもなおまた先生を殴り続けて、結局ゲームオーバーっていうことになるんじゃないかなーって思います。はい。あれ、なんだこれ。はい、ありがとうございます。ガマッコン、とにかくお金稼ぎのダンジョンっすね。お化け大根ケースですら木国状態にしてくるのはレベル4の乱れ大根というのに。このキノコはレベル3で木国にしてくることがありますからね。確か4は木国状態にならなかったかな。あ、間違えた。いや、こっちから。まあ、そっくりだけの危険を減らせるってだけでいいんで。あれ。おお、偶然発見できた。移動してるってことは、変化使った後に相手の行動が来るってことだよな。怖いよな。予約はなぁ、もうあんまりいらないんだよね。ちょっと待って、変化の杖あったか。なんか変化か変化か、ちょっと呼び方が統一してないかもしれないですけど。ちょっとギターマン、ギターマン。どうやらおにぎり状態の時に炎とかデロデロになると即死みたいですね。背中か。ちょっとね、先生をね、同行させないなら結構楽なんですけど、ギタンマムルのせいで先生
守りながらやるな、ほんと厳しいんですよね。まあトンネルの杖使えばいいんですけど、危ねえ。ドレインバスター入れない、入れる、もしくは装備鍛えないと乱数か。ナイスナイス。アスカぐらい鍛えないと、うん、やっぱ35とか欲しいかな。あるかな。めっちゃ時間かかってんすけど、とりあえず3回探索し終わって4回にたどり着いたら、まあその次の動画に回そうと思いますが、まあ、4回探索し終わった状態でっていう感じで、階段部屋から始まるのか。個人的に探索する気満々の時はな、こういう紙階段引かなくていいんだよなって思うんですけど、あ、振るの忘れちゃった、危ねえ。そっか、仲間に任せればいいのか。操作キャラが相手にせずに仲間に任せちまえばいいのか。そんな簡単なことをなぜ今やっとわかった。操作キャラが強戦士になったらやばいけど、仲間なら逃げればいいだけじゃないか。簡単なことじゃねえか。はぁ、今更気づいたよ、まったくもう。この左なんか合いそうな気がするけど、まあいいや、先に右。あ、こいつも自然回復の効果。あっぶね、口なしだった。あ、薬の札か。はい、これ研げた時倍速になりますと。アップねー、やっちゃいけないカバーになりかけるとこでした。お、頑張れー頑張れー。自然回復向こう長いなあ。ちなみに今我慢ゴンだからいいんですけど、これレベル上がってガマドーンになると落ちてるギターを投げてくるらしいんです。2000ギターなんて投げられたら瀕死になっちゃいますね。今みんな200以上あるよね。うん。1ずつ高かった。はい、それでは探索プラス合成してきます。それではご視聴ありがとうございました。